キャライラストで一言。そうだ、禁煙3日目だ。さあ今日はね、この過去一難しいと言われているこのパッシブスキルを持った上次元のキャラが200バーデビューしたということで久しぶりに使います。いつもありがとうございます。オスボンバー徳島のバンブキです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、はい、ね、もう知る人ぞ知るあのこの上次元どのキャラか、はい、ザマス孫悟空ですね5周年の時に、実装されたんかな、イベントドロップさんでございます。で、極限 Z エリアで極限 Z 覚醒もできるんですけど、まあ、200% デビュー、まあ、したということでね、うん、まあ、久しぶりに使っていこうかなって、どこで使おうかなって考えた結果、まあ、悟空の運試しステージで、まあ、使っていきますわ。うん、で、中身なんですけど、ちょっと久しぶりに、この悟空ブラック、タイの悟空ブラックに、このダーブラックキー壊しちゃろうと思って。で、サプライズ曲に来てほしい、このフェスゲの悟空ブラックと、L1 の悟空ブラックスーパーサイヤ人のせ、この2キャラの、この世界同時キャンペーンの後半にて、サプライズ曲に来ていただきたい。で、曲が、ひっそりと曲に来ているぜ、悟空力ザマスを、ちょっと入れてますわ。うん。まあ、強いんだけどね、これここってアタックテイク聞いたっけ、じゃあ分かんないんだけど、じゃあまあ行きましょう、行きましょう、で勝っても負けても動画にするからねとどめを刺した、とどめを刺してアタックが伸びるんですよ。難しくないっすかそうやね、そうやね、とどめを刺すたびにアタックとディフェンスがあって最大50、どこもうバトルロードしか使えんやんだってね、え、わかんないけど、ちょっとまあ、ちょっとダーブラック気づかんでる、ちょっとまあこう言って、どうしよう、こうなんかザマスで やりそうやけどね、いや、うん、合体ザマスでやっちゃいそうやけど、まあちょっとあえてこう、いや、あえてこういくのもな、いや、あ、止まった、ないわ、うん、まあ、こういきましょうか。リンクガッタガタやしょ、リンクガッタガタやし、もう勘弁してやん。ちょっと合体ザマスでやっちゃいそうやな、どうなんでしょうか。いや、いけそうやな、いけそうやな。あ、結構強かったっけ、このステージって。あれ、結構やばい感じだったんかな。あー、まあ、倒さない。あ、まあまあまあ、そこで必殺は OK にしましょうか。うん、 OKOK 160だから、こっからとどめを刺したら 20% ずつで 59% 上がっていくんですよ。うわー、いてこれサプライズ強行剣マジ来てほしいんですけどね。ちょ、激怒も 見ていきたいんですけど。ああ、回復するんか。そうか、そうか、そうか。じゃあまあこういきましょうか。で、こうでフレンドさん2時やからめっちゃなんか抗議しそうですけどね、うん、まあ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 、いいんちゃいますか、まあ、たまにはね、たまにはこういう、なんていうんですか、昔のキャラを編成して、うん、遊ぶのもまたドッカンバトルの醍醐味でございますよ、うん、で、9月1日にさ、変身ザマスと変身トランクスで、ゴーサンドザマスと前未来の強行剣 Z 覚醒が実装されるということで、あれ非常に楽しみですね。変身ザマスがバチコリ強くなりますよ。まあ、変身トランクスもだけど、アタックディフェンス大幅上昇でしょ。いやー、これね、無限大幅上昇はね、もうね、本当に神ですよ。ご威力ですよ。愛も変わらず、愛も変わらず、ご威力ですよ。あ、これ、あ、ちゃん、そうか。ちゃんとリンクはかもんか。同盟じゃないから。なるほど、なるほど。ちょっと待って、こいつをダーブラクッキー壊したいからね。うん。ちょっと次のターンで。めっちゃ必殺ってくんの。いや、非常に楽しみや。変身ザマス、変身トランクス。いやー、やっぱりね、これでこそ世界同時キャンペーンというか、大型キャンペーンに、極限、来るステータスっちですよ。いや、たまに失敗するじゃないですか。ねえ、やばい。地属性か。マジで？これを使うか。地属性じゃん。マジか。いやー、どうしよう。じゃあね、こう一個は。もうこれはしゃあないわ。ほね、気力、気力ガチャガチャやん。
記録ガチャガチャやな。どうしよう、こいつ受けたくないんやけど、どうしようもうこいかなじゃないこいかなじゃないんか。どうしようかな。あひえー、こう行くか、行くか。めっちゃ暗いそうやけど、まあまあまあええんちゃいますか。必殺打つんだったら合体ザマスのところでぜひね、まあ、来ていただいてですね。はい、これってうまいこと使えてる俺ところでめちゃめちゃ追撃してくるね。いいなフレンドさんさんとず、羨ましいぜ。まあ HP 食らうとこのも、まあいいなあ。そこできた、あかんわ、これめっちゃ食らうんちゃう。おお、やるやん、お前やるやん、お前やるやんけ、おい注意しよう。え、やるやん、これ転送アバジョン賞だいぶ通なんちゃうのねえ、もうやるやんけ。アタック値引くアタック値引く引くねえ。ほなねえ、どうしようね。まあ、今日は見えへん、今日は見えへん、うん、見てもええんか。いや、まあええんちゃう。こう行くじゃん、こう行ってブラブラクッキー行こうか。で、合体サマス落とさんといて。あえー、もうね、俺ってね、こういうサポートアイテム、なんていうか、サポートアイテム運が悪くて全然変わんないですよね。12個か、微妙じゃの、微妙じゃのじゃあ行こう。極限来てんだけどな、この対極ブラック極限してんだけどね、なかなかじゃの。一つでも930万叩き出すからな。いや、母体だけでも十分だよこれ。ああ、倒さないでね。なんかいろいろ見たいからよ。660万、ええー、そんな、まああんま取れんかったからね、あんま取れんかったからよ。うん、もう俺はいざ仕方がない。ああ、ザマスで落とすかい、ザマス落としちゃう。260万、まあアタック費、ああ、それはしゃあないやろ。微量に残していくんかいでそこで必殺かい、そこで必殺かい。うん、お、激怒見える、やったねやったね。久しぶりにちょっと激怒見ていいかな、これサプライズ、マジでマジでサプライズ極限来ていただきたい。うん、え、うんうん、え、うん、よし、よろしく。この痛みがまた俺を強くする。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。そう、演出かっこいいんだって、演出かっこいいんだけどね、あのね、必殺打ちにくいんだわなんやねんこれ、なんやねん、夜中失敗続きやろ。通常攻撃で落とすんじゃん通常攻撃で落とすやんか、なんやねん、しょぼくれたの、ただただ演出見ただけやないか、なんやねん一個ステージ待っちゃえたんかな。いやいや、でもまあまあいろんななんか演出、まあ、見れてよかったんちゃいますか。まあ今日はね、あのイベントドロップさんの5周年に実装されたザマス孫悟空200バーデビューしたということで、まあ、久しぶりに使ってみたんですけども、やっぱパッシブスキル難しいって、ほんまに難しい、うん、で、あのサプライズ極限、このキャンペーンの後半にてこの悟空ブラックとね、スーパーサイヤ人ロゼ、期待して待っておきますというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。